ソウルパーチルドレンをご覧の皆さん、こんにちは。今週は DMF の週ということで、今回 DMF ベースの宗介が担当します。で、今回の動画なんですが、前回の動画で話していた、趣味の古い集めっていうところで、動画を上げさせてもらいたいと思います。で、最近買ったものや、お気に入りのものについてこの動画で紹介していきたいと思います。最初に紹介するのはこのリーバイスの882というモデルです。動画で伝わるか分かりませんが、このステッチ部分が紫色ですごいいい感じです。で、形もすごい綺麗なので気に入っています。この882というモデルなんですが、あんまり耳にしないものでちょっと調べてみると、ヨーロッパの方で流通していたものらしいです。次に紹介するのは、これです。スミスの、T シャツで、80年代のオリジナルのものでコピーライトも入っています。タグはこんな感じです。このスミスの T シャツなんですが、すごい状態も綺麗で、すごいレアなんじゃないかなと思います。で、このシャツが最近買ったものです。次にお気に入りのものを紹介します。お気に入りのものがこちらです。ダイナソージュニアの T シャツなんですが、リザートアサンドというアルバムのジャケットのこのキャラクターがプリントされています。こんな感じです。で、この T シャツなんですが、なぜ気に入っているかというと、この変なキャラクターがちょっと気持ち悪くて可愛いなっていうのもあるんですけど、この CD がすごい好きで気に入ってます。で、特にこの CD の I Don't Think So という曲と Grab It という曲がすごい好きです。聞いたことのない人はぜひ聞いてみてください。で、最後に、僕の持っている Levi's 501、これはなんか古着の定番っていうイメージがあるので、それを4つちょっと古めのものを紹介したいなと思います。最初がこれです。結構ボロボロなんですが、すごいこのボロボロ具合がいい雰囲気だなと思います。で、これは80年代のものだと思うんですけど、この赤耳というやつです。とにかくめちゃくちゃサイズがでかいので、すごい裾を折って履いています。2本目がこちらです。Vと呼ばれるものですね。こんな感じです。3本目も同じくらいの年代だと思うんですけど、このビッグイーと言われるやつで、これはちょっと膝に穴開いてるんですけど、これがなんかすごいちょっとアクセントですごいかっこいい感じです。で、この2本大体同じぐらいの年代のものだと思うんですけど、すごい全然色の感じとかも違って面白いなと思います。最後にの4本目がこちらで、60年代のものです。こんな感じです。で、さっきのものも多分60年代後半とか70年代の71年72年ぐらいだと思うんですけど、この年代が違くても微妙にこういうところが違ったりして、すごい面白いな、古着の面白いところかなと思います、ね、これがとりあえず自分が持ってる中で一番古くてレアなのかなと思います。
4本並べるとこんな感じです。どれも違った雰囲気があってそれぞれ気に入っています。以上で僕の最近買ったものお気に入りのものの紹介を終わりたいと思います。で、一個一個の説明は結構短く淡々と紹介してしまったのですが、僕の、好きなもの、趣味がなんとなく伝わったんじゃないかなと思います。とすごい緩い動画ですが最後までお付き合いいただきありがとうございます。それではこの動画をこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。